まず「マタイ二十五章二十五章の二十九三図を読みます。 マッタイ十5章の29、30開いたんですかそれではどうぞ誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが 持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。この役に立たないしもを外の暗闇に追い出せ。そこで泣きわいて歯ぎしりするだろう。アーメン。それから旧約聖書に行きまして、エレミアしエレミア四十八。エレミア四十八の十節。 よろしいですかエレミア48の出節どうぞ。主が課せられたつどめをおろそかにする者は呪われよ。主が剣をとがめてとどめて流血を避ける者は呪われよ。みんな一緒にもう一回。主が課せられたつどめをおろかにする者は呪われよ。 火の剣をとどめて流血を避ける者は呪われよう。じゃあ聖霊の働き今日は忠誠の秘けつ。えー じゃ、つきますね。先週までに、忠、え、誠、ー、の秘訣、忠誠の秘訣に。まず、第一番、何がありました。人。一人の主に。使えること、アメン。忘れました。うん、それは、先週も。第二番は何でしたっけ。その主の。び、心を。 知ることアメンそれは大事でしたね、うん、主の心を知ること大事なんです、ね、主の心を知らないから主を信じながら主と別々に行動を踊るわけです、うん、ですから昨日も昨日一昨日かなあ,ある方の証を聞いたらある集会に行って集会やってる時に祈る時に霊の目が開いてみたら、うん 神,神の心を知っていて神の心通りに行いを見せてそれで白い衣白い衣うん白い衣を着ている人着ている人は何人か何人かしかない多くの人が集まっているんだけどもそれでリバイバル成果をやっているんだけども 神の見心を通りに行って白い衣を着せてもらっている人は何人かしていないほとんどの人は黒い黒い衣を着ているイエスの皆で週会に出席している多くの人が黒い衣を着ている全部何を意味してますか神の心を知らなくて神の心を行っていない人だという意味ですああみですかのの中9章の 8節にありますみんな一緒に広い衣とは広い衣とは生徒たちの正しい行いだ神の見心が分かっていて神の見心通りに行う人そのように生活する人は神様が広い衣を着てていますよアーメンですかしかし教会通っていながらも自分の心通りに生きる人は 白い衣を着せてもらうとはできないの黒い服を着て生きるんですよ神様が見たらある人は上は白下は真っ黒半分半分だけ白くなっている人がいるいろんな人がいるでしょうけども皆さんと私は今この地下も神の前にいることを信じますように人の前にじゃなくて神の前にいるんですその、うん 昨日おととい家庭訪問に行ったときに区域聞人が祈りましてね今その区域聞きがここにいるんだけども今日ポキシの口から語られる言葉が神の言葉として皆に受け入れられますようにどっかで聞いたことある話でしょうん、人原稿録中一章を見ればペテロがコルネリウスの家に異邦人の家に訪ねていたときに コロネリウスの家にいる人々がペトロの前にいながら自分たちは神の言葉を聞くために神の前にいると言いました。異邦人の中で一番最初精霊を受けて一番最初福音を受けて聖霊まで受けて神の子供に数えられるようになった人々です彼らは。彼らの心の心姿勢が ペテロの前にいながら神の前にいると言います神の前にハレルヤそういう信仰が彼らにあったから聖霊様がすぐ彼らの家の中の人々に望まれたんですよ信じますかうんですからイエス様信じながらも神の心を知らない人は自分の心通りに生きるのそういう人々は神の前で広い衣を着せてもらうとはできないですから裁きの時には 裁きの時に救われるべき人がまだ黒いまだ神の子供になってない名ばかり名前ばかりががなく分ける仕方がなく分けけその日が来る前に今のうちに我々は白い衣を着て神の子供として生きるためには神の御心が何であるかをして努力して勉強してそれをちゃんと分かってその通りに生きることこれが。 生徒,徒,徒の聖なる神の子供たちの生き方であるべきだ。アメンよく人々は人の顔色め人の顔色はよく見るんですね。でも神様のことはあまり考えないことはありますね。神様がこの目に見えないから。しかし信仰生活は神様の顔色をうかがいながら神の見心を 伺いながらする、すべきなのが信仰。生活であります。よろしいですか。うん。例の目が開いたら今、今霊の姿はみんな見えるんですよ。今も。うん。さあ。今日は。忠誠の秘訣のうち。先週まで、その。は。神の。神、お一人の神に仕えることを。を 神様イエス・杉ト以外の他の神々にいくら命を懸けて尽くしてもバールとアシェラの預言者たち850対1で戦ったエリアそのうちに彼らは体に傷つけて血を流しながら自分たちのバールよバールよと血を流しながら体に傷つけて血を流しながら自分たちの神バールよバールよと呼びましたよ朝から昼間それから夕方まで。 でも答えがなかったんですよなぜ生きておられる神様じゃなかったから生きておられて答えができるあってくださる唯一の神様はイエスキリとお一人しかおられませんねですからイエス様だけに使えることこれが忠誠を尽くす秘訣なの信じますかええ、エリアはパン軍の主なの神だけを 拝んで読んで天から火を天から火を下してもらうそういう奇跡の中で敵らを全部剣にかけて滅ぼすことができた一人であっても一人でハれルヤじゃあ今日は神様に忠誠を尽くす秘訣なまけてはならない 怠けてはならならいこれは秘訣なの。神様に忠誠する時にどうすべきだ怠けてはならない。だぜ。怠け者は神様は何とおっしゃるのか。怠け者は悪い。悪いものだと神様は。悪いものだと判断します。今日今エレミア48の「10節読んだら 神の業神の務め信仰生活を怠ける者は何と書いてありましたよ「呪われよ」とか呪われと」と怠け者はどうなる悪,悪いものでそれは呪われるものこれは神様の言葉ですよ神様はこうおっしゃったね「呪われよ」先ほど読んだ「摩耐20」 25節の29節の30節見たら怠け者は悪いしもべだと言われて外に放り出してそこで泣いて歯ぎしりをすると持っているものを全部取り上げられたんだよ眼鏡眼鏡落ちてますね今踏んじゃうとこですよあして。 神様が怠ける人のことをこのように厳しく神様は裁くと神様はこういう考えを持っているのにこれを知らないとどうなる知らないとこういう呪われ者になりますアメンですかよく「イエス様死んじます」といえばああるこの間もある人が教会通っているのになんでこんなことを送りますかこういう人はいっぱいいるの。通っていれば信仰生活を忠実にすべきだ。 アメン教会通ってても早死に早く死ぬ人もいれば病気でずっと苦しむ人もいれば教会通っててもいろんな事故に遭ったりトラブルがたくさん発生してる人もいれば教会通ってながらも悩み心配しながら泣いてる人もいっぱいいますよ。それはなぜなんでしょう全部原原因因ががあります原因が神様がこの世にこうすべきだと教えてることをやらないからです。 従わないから守らないいかかららら守ヤコブ一生の25節みんな一緒にあなた方は立法を守ることによって祝福を受けるアメン立法を守る行いを見せないと祝福は来ないんですよイエス様は信じますといえば救われて天国に行く約束を与えられます 約束を与えられる、イエスの皆で。これをちゃんと思って従っていけば天にまでいける。途中で投げれば終わりですよ、これ。刑事録の3の5節あとで読んでください。刑事録3の5節で見たら、命の書に名前がある人。これはどういう意味ですかイエス様信じる人のことですよ。命の書に名前がある人は、今、イエス様信じて救いを得た人なの。しかしか 勝利,勝利しないと命の書にある名前が消される消される勝利すると勝利すると消されることがないようになります。アメンうん。見言葉に従って勝利すると命の書にある名前が消されることないように神様は守ってはる。しかし勝利しないとそこから名前が消されるの消されるね。 神様がいちいち全部こういうふうに教えてくだっていますよ。どのようにすれば勝利するのか、完全に救われるのか、祝福を受けて天にまで入れるかを全部教える本がテキストが聖書なんですね。アメン,アメンうん。イエス様を信じる教会に来ていればただ何でも神様を全部やってくださるんだったらこんな聖書いらないでしょ。こんな聖書いりませんよ。うん、聖書は、えー、信者たちがどう生きるべきであるかを。 教えてくださるテキスト。なんですテキストハレルヤ、ええ。じゃあ命も自分で守るか守らないかは自分次第自分次第でね自分の信仰生活によってせっかく命の書に書き記されても消されることがあればそこから守られる人もいる。また屋内も屋内この間もここにいるある進学生のことを主が見せてくださったんですよね。 今現実では進学生だから現実の中では進学生だから大変ですねいろいろ、うん、家族と揉めたり進学生だから家族が足引っ張るからあるいは進学勉強で、うん、いろいろ大変だったりまあアルバイトで大変だったり本当にそういう現実を送っている訓練だから進学生だってハレルやはいしかしそ,れそういう行いが例的には のの世界未来を準備してるのなぜ神様がそれを見た通りやってるのを見てから祝福を備えてございますから。アレルヤアメン,アメン今泣きながらでも一生懸命やってる人は今一生懸命天使たちが何人か来て新しいマンションを準備してましたよ。新しいマンションうちの新学生の人このと新しいマンションが今,今泣いてる新学生たち新しいマンションが待ってますよ。 新合生じゃなくても一緒ですよ。ねえ今日話したいのは主が見ているとい見ている何をやってるかを見てそれを見て今準備してる神様が「アメン今やってる行いを見て準備してるとい準備してる準備してんだけどもせっかく信仰によってやったのがまだ途中で怠けるいいか減になるとこれが消されることもある。 消されることもあるしまたらに大きく作られることもあるんですよそれは我々の信仰による行い忠誠しているか知っていないか次第であると悟りますよう、ね、にイエスの皆で仕組みだしますーーんイエス様が愛の神が愛の神が怠け者に対しては呪われるまで厳しく語っていますよなぜイエス様が人々に悪く思われるためですか 泥割れとかこういうことは厳しい言葉を口にするとみんなが嫌がるでしょ神様がバカじゃないののになぜこういう厳しい言葉を語ってるかその通りに裁きますからよその通り,りに裁きますからあるお話をただ語ってるだけなんですよ。アメンこういう厳しい言葉を用いなければ神様は人気を集めることができますようん。こういう厳しい言葉を語らない他の宗教は人気がいいでしょ簡単に伝道できるの キリスト教だけ伝ができないい難しいキリスト教は殿道するために断食したり祈ったり悪口言われたり迫害を受けたりするんですよ。なぜ邪魔する悪霊がいるか。しかし他の宗教はみんな自分たち悪霊同士でやってるから邪魔しませんからお互いに。天道のために断食したり祈ったり迫害を受けたりすることはありませんよ。自然に。お坊さんたちはこれだけやってればみんな集まってくるの。 三が日の1日1日3日1日1日ち日,日3日これは三が日という日本だよね正月の3日でこれはもう何千万何億のこの何億何億の金が入る献金,金がただの3日で座っていれば何もあ部とあ部とやっていればもう金が何,何億も入ってるの何億3日で彼らは苦労しなくてもできるの。 なぜ悪魔が邪魔しないなぜ悪魔が自分の仕事だから信じますか、うん、彼らは美人で行く都合悪ければ来なくてもいいですよ一年中まあえ正月正月にさえ神社参拝一度ぐらいでいいんですよ普段は直の世に走ってもいいですよ 年に1回だけ来てもいいいでですよこれは美味しし言葉でしょ教会は毎週来なさい水曜日にも来なさい金曜日にも来なさい勉強会に来なさい機能会に来なさい奉仕に来なさい教会来たら縛られる縛られる拘束されるよう、ね、にですから信仰がない人こういう真理を知らない人から見ればキリト教は得点できてキリト教はダメだ自己主張ばかり強くて人と妥協しないで ととという人間の思うと付き合っては困ると私もそう思っていましたね昔は20年までは、うん、クリスさんたちは一番考え方が固いと頭が回らない人間だと思っていたんです私もクリスさんたちはあ、ま、頭が大体半分しか回らないと思っていたの私も、うん、なぜ話は通じないねですからしかし神様は 他の宗教はそのように甘い言葉ばかり還元遺説ばかり並べて騙そうとしてるんだけど詐欺のように神様をこういうしっかりしないと、うん、怠けると呪われるとこういう言葉を口にしてるからさばかれて地獄の火の中に入って永遠にその中で歯しりをするこんな話を聞いて信仰がなければ喜ぶ人ひどい目ないでしょですから信仰がなければ誤解しまして教会行けば脅かすというの脅かす牧師が脅かしているというふうに思っている人もいるの 今日も一人脅かしたんだ俺は今日まで教会来ないとお前は書籍うちの教会の人間に名前を取り除いてしまうから水曜礼拝出席するかしないかを見て俺が判断するとそれで今日飛んできた人がいるここに。なぜ <laughs> それは脅かすためそのこの脅かしは脅かして縛って拘束してためにするためですかあるいは天国まで確実に連れていくためですか。 悪口言われることがあっても信仰がない人にはだからその人に言われたのは昔「神木師あなたの狙いは何ですか?」と「お前のお金だお前のお金だ」と言ったらこれはまだ誤解したって神木師がお金が好きな人間だと冗談もできない冗談もできないなんでクシャンたちには冗談もできないのそんなに心のゆとりがないの本当のこと言ってるのに。 ゃあ、えー、イエス様も聖書も、またこれを伝える牧師も、ここにある話は神の話なんですよ。あめん。皆さんがこの通りに死んでれば、私よりも先になることができます。そういう話。私の知識の教えじゃない。私の知識の教えだったらいくら偉くなっても私ぐらいしかなりませんね。でもこれは神様のお話だから、この通りに死んでれば、私よりももっと先。 大きくなることもできますよ真理の神の約束だからか私に従わせるために今日来ないと著席すると言ったんじゃなくて神に従わせるために今日来ないと著席だと言いましたよ脅かしたら来たんですねたまには脅かしてもいいじゃない韓国の,あのえ北朝鮮のスパイだった金新庄牧師今牧師ですよ金新庄という牧師は六十九年一月二十五日に韓国の長和での 大統領官邸を襲撃しようと、その手前まで来ましたね。拳銃持って、手榴弾持って。ああ、機関銃持って。それでそ、その、トノ警察署の署長、その場で撃ち殺したの。彼ら二十一名が、そのうちのチーム長が、俺、キムシンゾスパイでした。彼で、今、ポ牧ーになってるんだけども。今、北朝鮮から韓国に。その、あ、え、来まして、今、韓国人になった。人々の中で、イエス様、彼がイエス様信者になりましたよね。 イエス様は信じない人々い人るんですよじゃあ教会行くうと言っても言うこと聞かないから教会行,かない行くかあるいは俺に殺されるかどちらか選べと教会行くか行かなくて俺に殺されるかどちらか選べと脅かせて本当に脅かしたら殺さ,殺されたくないと思って教会無理やり連れていかれるそこでイエス様に出会うたまには脅かしもいいかも 意味が脅かしてでも救わした方が、はあ、いいでしょう。ご自由に、ご自由に。ほっとらかして呪い、泥に落とすよりいいという意味で。ですから、上の公園で、ホームレスの皆さんに説教を聞かない人は、ご飯食べさせないよと言えば、悪口、ばんばん言われるでしょう。うん 特に牧師は優しいけどもあの女が駄めだと左門に言われるね <laughs> そうすごい誤解をされますねまた初めて来る人こういうの知らない人はなんでこんないっぱい余ってるのなんで食べさせないの癖になるから食べないでご,ご,ご飯ばっかり食べるのは癖になって救いは得ずに豚のようにご飯ばっかり食べて明日死んだらどうなるのそれを 教会はご飯ん食べさせるのが目的だであって命を救うのが目的だからまずイエス様の話を聞いてそれからご飯は後から食べるようにとこうやってるんですよこれを知らない人が見れば威張ってると教会が威張ってると思うんです初め来る人は心が熱くなって誰でも食べさせたいのを食べてるのほいで「いやこの人は説教聞いてないから食べさせちゃい,いけない」と言ったら教会が「 言葉は「愛愛と言っていながら本当は教会が冷たいとこういうふうに後悔する人もいるのこれはサモニン人が聞いて喜ばれるためにサモニン人の話をしただけこうすると今夜私が褒められるからね意味が分かんないでしょ今怒ってるのサモニン人が昨日喧嘩しましたから冗談です わかりました神様が人気を集めようとしないで厳しい言葉を全世界の人々に怠ける者は呪われよとこういう言葉を語っている神様が頭がおかしいのか全然おかしくない神様は本当のことしか語れませんから。 ありのまんまのことを語っているのかこうなのあめんですかただ呪われる前に呪われなさいという意味ですかあるいは呪われる前に怠けるのをやめて忠ゅに忠誠を尽くしなさいこういう意味ですか警告でしょ警告呪われよと呪う言葉じゃなくて呪いの言葉じゃなくてだから危ないから頑張りなさいという意味ですよ信じますか

祝福の流れが祝福の流れ聖書には祝福がどこから流れてきてどこへ行くのかが書いてあるのが聖書なんですよ。アメンテサロニケン2の手紙。 新約聖書ですよ手持ての手紙の前ですねテサロニケ2の中から中2までを読みます いいですかテサロニケ2の2の3の3の2の3の中から12まで私の聖書では336ページです336「テサロニケ手紙2の3章の10節から12節まで」。 いいですかどうぞ実際あなた方の元にいた時私たちは働,く働きたくないものは食べてはならないと命じていましたところが聞くところによるとあなた方の中には怠惰な生活をし少しも働かず余計なことをしている者がいるということですそのような者たちに私たちはシュイエス・キルトに 結ばれたものとして明示進めます自分で得たパンを食べるように落ち着いて仕事をしなさい。アメン働きたくないものは食べてはならないと。すごいい厳しいでしでょみんな一緒に説教を聞かない人は食べてはならない。神の仕事したくない人は食べてはならない。こういう意味です。 こういう意味です。あめ、うん。忠実に働かないといけないの。忠実に。何のために、食べるために。何のために、認められるために、よろしいですか。ローマ書。ああ、コリント一の九の九。勉強ですから。えー、今読まないと。 死ぬまで読むことはできないかもしれない。コリント一の九の九。コリント一の九の九。どうぞ。モーセの立法に。 脱穀してる牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。神が御心にかけておられるのは牛のことですかそれとも私たちのために言っておられるのでしょうかもちろん私たちのためにそう書かれています。アメンこれは旧約聖書の立法にある話を新約聖書でまたもう一回強調してます。みんな一緒に旧約聖書は 旧約聖書の立法は守るるとこの世で祝福を受ける意味がか律法,法主義立法主義という言葉を使って立法を旧約聖書は教えちゃいけないというふうに今考えている日本のほとんどの教会はそうなんですね。新約聖書だけを教えるこれはこの世で祝福を受ける方法を教えないことと一緒なんです。 神は聖書は旧約聖書のことを新約でまだ教えてるのになんで人々はそれは立法だと思って無視してるんですか自分勝手に神を信じてる。ですからヤコブ1の25で言っているんですね。立法を守る行いによってこの世であなた方が祝福に入ると。ハレルヤイエス様を信じれば天国に行ける。命の永遠なる救いを得る。 立法の言葉を守って行うとこの世で祝福を受けるんですよ忠実なしもべとして認められてですアメンハレルヤ誰がたくさん守ったのかそれによって祝福の大きさが変わる音も信じますようにイエスの皆なで祝福をた出しますローマ書12の11ローマ書12の11 新約聖百256ページそのコリント1のその前の方ですね一つ前いいですかローマ書12-11どうぞ「怒ったらず励み」。 霊に燃えて主に使いなさい。もう一度怠らず、励み霊に燃えて主に使いなさい。これはね、うちのサムニが。天道集会、皆さん見ていてわかるでしょうけども、本当に腰が曲がらない。とも、うん。腰を曲げることは的ないこと。何時間も何時間もおにぎり作ったりし。し 皆さんのような奉仕者がいない時にねたくさんしようとしてましたねその時ある日一日ぐらいは近所行かなくてもいいかなと思っていて行かなくかたんだよって心でそう思っていて祈っていたら主の御声が聞こえてきたの「ローマ書十二の十一説」「主の声がローマ書十二の十一説」聞こえてきまして開いてみたら今日この言葉でしたね。怒ったらず励み 霊に燃えて使いいなさいとそれでうちのサモ人がつぶやいていましたね「ああ私は心の中でも休むことはできないんだな」。意味が分かりました、うん、これはもう10年前の話ですよ。で今さっき祈っていたらこれが思い出される10年前のことだけど。神様がこうねあて心の中でも心の中でも たるあるいは怠ける一緒に怠けてはならないなぜ心霊に燃えて心を燃えながら使いなさいと心にもない行い神様が喜べませんよアメン忠誠を尽くす時に心に,心にもない心が熱くならないただ体ばかり行ったり来たりするそういう忠誠神様は喜ばれませんからよ心を燃えながら主に使えるべきですよ励んで 励んで怒ったらず励んで力を入れて一生懸命こういう意味です信じますか体ばっかり力尽くすなとで心も燃えながら尽くすべきだこういう意味なんですよ神の仕事は喜んで感謝して与えられたつでも感謝しながら心を熱くして燃えながら一生懸命す,すべきなのが神の仕事なんですよアメン与えられない人いっぱいいますよ 今ここにいるある人がねうちに来る前に私は夢で見たらうちにいて喜んで踊っていましたけども踊っている場所がどこかというと命の水命の水の中で <laughs> 命の水は知ってるでしょ命の水の中に泳いでいったらその人がいましたよその夢の中の人を見たら今ここに座ってますよその人が。 の水命の水の中で劣っていましたその命の水はどこだかというと私が今から17年前にイエス様が,が私に初めて現れて私にしもべになるようにと命じておったその場所そこの命の水と同じ場所でしたそこにここにいる人が現れて水の中で命の水の中で これは泳ぎというより踊りでしたよ踊りながら抱かれてきましたよ抱かれてきましこんなに嬉しいこんなに嬉しいのかと私は聞いたら嬉しいってもう溶け込んできまし溶け込んで晴れるや信じますか神様はね天におられる神様とです、ね、天と地と万物の中におられる方なんです すごいでしょうイエス様みんな死ぬイエス様は未来のことまでお見通しの方だアメンですかああ未来のことまでお見通しですよ今私たちの心の中は言うまでもなく未来のことまで全部をもう見抜いておられますね私もびっくりしましたよ後からびっくりしました今皆さん命の水の中に踊って泳いで 泳ぎすぎて踊っているのを信じますようにイエスの皆で祝福いたします。アメンコロサイコロサイ1の24325ページコロサイ1の24 24から最後のままで読みますねコロサ1の24から29まで「どうぞ今や私はあなたちのために苦しむことを喜びとしキリストの体である教会のために キリストの苦しみのかけたところを身をもって満たしています神は見言葉をあなた方に余すとことなく伝えるという務めを私にお与えになりこの務めのために私は教会に仕えるものとなりました世の初めから代々にわたって隠されていた秘められていた計画が今や神の聖なる者たちに明らかにされたのですこの秘められた計画が 異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを神は彼らに知らせようとされましたその計画とはあなた方のうちにおられるキリスト栄光の希望ですこのキリストを私たちは述べ伝えており全ての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように知恵を尽くして全ての人の方を悟し教えてますこのために私は老クしており 私のうちに力強く働くキリストの力によって戦っています。アメン見えますかみんな一緒に。教会はキリストの体だ。 アメン復活したイエスキリスとは天に行きました体を持って代わりにこのこの世に教会という形で自分の体を残していたんですよなぜなんですかイエ,ス様のイエス様が体を持ってイエス様が体を持ってこの世に来られたのは何ですか我々人類の命を救うためが第一の目的ですねもちろん霊的には悪魔を裁く そしてそれに非道を神の灯籠者として昇格して人を子供にするそれで救うこれはありますけども順番的に霊的にはとにかく私たちから言えばキリストが体でこの世に来られたのは我々を救うためですよそれでそれを成し遂げて死んでも生きるということを成し遂げて見せて死んで復活して天に生きながらあなたとも私を信じればこの世になるとおっしゃいましたね。アメン代わりににに復活して天に生きながらこの世に行くんだけども信じれば 代わりにあなた方がこの世において私の体のような役目を教会を通して果たしなさいといこれはちょっと目ですちょっと目ちょうどめあめんちょっと目なのでイエス様の体にもし今これがイエス様の体だったら皆さんみんな泣くでしょ踊るでしょこれがイエス様の体に見えないから泣かないでしょ喜ばないの。 ああ今日も牧師がうるさいんだと思うだけでしょじゃあ、イエス様がこのように体を残したところは教会なんですよ。このイエス様の体,に体を見ながらイエス様に使えるように教会に使えるべきだという。これが信者たちがとどめて忠誠すべき忠誠の目標なんで目標。ハレルヤ。 具東風に忠誠するのか教会に忠誠することなの教会はイエス様の体だからよ。あめんです。で,すで、使徒パウロは今日言ってましたね今、ローク苦労しながら今ちょっと目を離していると苦労しながらなぜイエス様の体に使えるために使えるために。です。自分がそうやりながら人々にもそう進めています。進めていますなんで教会はキリストの体を キリストの体として教会がこの世で人々の命を救う役目をイエス様のようにやるべきですよ。イエス様のようにやれるや、ハレルヤ。ンイエス様の代わりにその役目を我々が果たすべきなのこれは教会なんですよ、教会。うん、ですから、イエス様は十字架につけられながら我々を救ったように教会も迫害を受けながらでも、 人を救うべきですよよろしいですかそうする人々がどうなりますと命の冠を,受け命の冠を皆さん神様がかぶしてくださる冠、うん、この間ある人が見たら日曜日に安心する時に長尾さん安心する時にある兄弟が進学生が例の目が開いて見たら長尾さんが広い白い衣を着て頭にはお花の冠りをかぶっていったそうですね。 新学生なんだからあんまり頑張っているように見えないんだけどもでも神様やっぱり恵みですね恵みちょっといい加減な今まではね今まではいい加減でしたよ今日初めて水曜礼拝に今年から水曜礼拝にも出席するとかそうそうそうその決心を固めたから主がお花の冠をお花の冠はためですよ黄金の冠これから命の冠んむりよあメンです でもそれが鳥が飛んできて食べようとするお花を。で牧師が安心したら鳥がみんな逃げていく。その後ろから虎が、虎、竜、竜が、ドラゴン、ドラゴン、虎じゃなくてドラゴン、竜が彼女を飲み込もうとする。牧師が安心したら馬に乗った天使が降りてきて、剣、光の剣光、馬に乗った天使が光の剣で彼女を飲み込もうとした 何をドラゴンを撃ち殺したここで日曜日帰る前に頭に手を置いて1分間祈る時にこういうことが起きたんですそれを、えー、キム・ドン・エン兄弟が見てその場で明かしましたねこれが霊的な世界ですねこれを知らないと霊的なことを知らないと祝福さっきとこでった祝福の流れが。 祝福がどこから行ってどこに流れていくのか知らないわけです知らない全部忠誠を尽くすのは認められて命の冠を天では受けるんだけれどもこの世ではこの世で必要な祝福を受けるのが忠誠のみで忠誠アメン,アメン昔あのある韓国にいるある人がね結婚しまして、ね、結婚して新婚旅行をどこへ行,行ったかというと昨日聞いたらパクセンジャーシティは、ね、新婚旅行の時に 旦那さん人で日本に来たそ,う、ね、それで後から自分は1ヶ月あとまだ自分一1人で来たと新婚旅行別々に日本に来た、ね、彼ら彼女らは。でそういう人もいるんだけども昔結婚したそのカップルは新婚旅行を祈動院に行きまして祈動院。祈祷院に行って3日断食しまして祈動院で3年間3年間祈動院の奉仕をして。 これ信仰がない人がでしょ信仰がない奥さんから奥さんだったらもう離婚でしょこれはうん信仰旅行の時に三日断食それからそ,その祈動院で奉仕を3年夫婦一緒に信じられないでしょこんなこと、うん、この人たちは貧乏暮らしでしたね貧しい生活お金もなくて何もない家もなくこういう人でしたよ結婚はしたんだけども何にも食べていく方法がない 仕事もなくで機動員に行って3年間奉仕いたの3年後この,主この主人の方に使い捨てのカメラでしょ使い捨てのカメラ1000円とかで売ってるものあるでしょ一度使ったら捨てるもの韓国語では何と言うんですか直接カメラ 1>, 1回,1回よ、うん、使,い使い捨てのカメラを日本,日本などで一度使って捨てたものを全部集めて韓国に行ってこれを修理して売る会社の社長になりましたよお金をバンバン稼ぐようになったんですよ考えてもない会社の社長になりましたよイエス様に先に3年間奉仕して仕事もなかった人が行くどころがなくひど員だ シンコン旅行のホテルでしたさ、うん、あこの世で忠誠を尽くすと結果が出るのまずこの世でアメン。忠誠を尽くしたい人はこの世で結果が出るの結果が出る、うん、みんな一緒に尽くされる人より尽くす人が祝福を先に受けるんだ アーメン,アーメンそうそうそう尽くされるより尽くす人が祝福をまず受けるんですよこれは神様の約束なんですから信じますか、うん、じゃあですから教会の奉仕をしながら不平不満とかあじゃあイエス様の例えばイエス様イエス様の体のね教会がねイエス様の体をもみもみしながら怒っているどうなるでしょうか イエス様の体をもみもみしながら怒っている人がいるとしましょう。イエス様にご飯を持って、当時、ス様と言いながらにらみつける人がいればどうなるでしょう。イエス様のご飯を持って、イエス様のご飯怒ってイエス様の、うん、体のあみ仕事をしながら怒ってやっていればイエス様が喜んでございますか 喜ばれ一生懸命仕事しても喜ば,れない喜ばれない人がいるんですよ。不平不満こぼしながら怒って怠けていい加減に心を燃やさないで冷たい心で怒った心で憎む心で全部こういうのは喜ばれないのいくらやっても先ほどローマン書中二の注意説でみんな一緒に心に 霊に燃えてというのは心燃えながら「アメン感謝と喜びに満ちて」「アメンですか?」「目に見えるのが自分に与えられたつめなの」「なんであれ拾わないの?」と思ってるそれで他の人の悪口言う人「んで教会こんな汚いの誰も掃除しないで誰が掃除するの目に見えた人の仕事で目に見えた人の。 アメン自分にその仕事が与えられている神様がなのに自分がやれば祝福を受けるのに他に人を探している自分は怒っていて自分の祝福なのに自分で取ろうとしないで自分の祝福を見ながら自分は怒っていて他に人を探している他にあの祝福を持っていく人いないのと探しているこれと一緒ですよ意味が分かりましたかみんな一緒に目についたところを 不不平不満言わないで他の人に責任転嫁しないで自分の仕事だと自分に与えられた祝福のチャンスだと思えば忠誠を尽くすことはできます今の言葉は理解できましたかはあ時間がありませんからここまでにします節制します まだ残ってますが来週にしましょう。それでは先ほどの205番をもう一回賛美しましょう205番。